はい、こんにちは、キソです。今日は、スーパーに、今行ってきてね、スーパーに売ってある和菓子をとりあえずね、ある分だけ種類をね、買ってきました。まあ、結構あるよね。結構ある。でね、この辺の大福はね、ちょっと高かったの。2個で300円ぐらいするんだよ。これはね、いつもある串のね、団子だから、超安いやつなんだけど、めっちゃうまいの、これ。まあ、とりあえずね、こちらを今日は食べていこうと思います。いただきます。暑い。暑いね。最近さ、もうさ、ムシムシして、なんか部屋の中とかめちゃくちゃ暑くない？なんか。俺、超暑いんだよね。ただまだね、部屋はね、クーラーはつけてないんだけど、この時期にクーラーつけてそれに慣れちゃうと真夏やばいかなと思って、まだつけてない。結構もうつけた人多いのかな。ジムとかは大体ついてるよね、もうね。そしたら、これから行こう。ちょっと高い大福。豆大福。いただきます。うん。おいしい。豆大福、この豆がさ、めっちゃゴロッとしてるのがいいよね。よもぎ大福。うわ、めっちゃよもぎ。よもぎの食べ比べでもいいかもね。このなんかちょっと変わったよもぎ。味がちょっと薄いな。高いやつはやっぱいいね。水まんじゅうってさ、なんかそんなにさ、言うほどさ、美味しくないよね。なんか食感謎じゃない？なんか。謎の食感。うまい。うまいけど。甘いな。これでね、ごま団子。俺結構ごま団子好きなんだよな。なんか結構和菓子の大食いをやってくださいみたいなさ、コメントが多かったの最近。だから今日和菓子にしたんだけど、和菓子自体もね、食べるのってね、大変で、結構久しぶりなのよ。久々に食うとうまいね、やっぱね。和菓子ね。なんか、どら焼きの皮みたいなのにね、あんこが入ってるみたいなやつ。
どら焼き丸めたって感じだね。うん。何？なんだよお前。はい、ジェイ。なんで？で。ちょっとね、みたらし団子は味変っぽいからさ。甘いな、マジで。なんか味変のなんかしょっぱいもん買ってくれよかったね。めちゃくちゃ甘い。この桜餅、これさ、この周りのさ、この変な皮みたいなのあるじゃん、しそかな。これさ、本当は一緒に食べるやつなんでしょ、実は。でも俺なんかあんま好きじゃないんだよね、これ。分かる人いるかな。本当はこれ一緒に食うんでしょ。俺なんかあんまりこれ好きじゃないんだよね。うん、うまい。なんかこういう砂糖をめっちゃ使ったお菓子ってのはさ、なんか血糖値がバンって上がりやすいの、急上昇しやすいの。だからお腹いっぱい食べてもさ、血糖値がさ、バンって急上昇したらさ、急降下すんのよ。バンって上がったらバンって落ちんのよ。だからすぐお腹減るんだよね。だから甘いもので腹を満たすぐらいだったら米とかさ、パスタとかさ、ちゃんとした炭水化物で腹を満たすのがいいと思う。減量中とか一切砂糖もあんま取らないもんね。もう和菓子なんて基本食べないよ、俺が減量してた時は。前回減量してた時の、まあ炭水化物は毎回しっかりとってたけど、こういうなんか甘い系っていうか砂糖はもうほとんど使ってなかったね。ほとんどっていうか、まあ、ゼロだったね、砂糖は。本当はもう米かオートミールかな。で、確かにね、減量中もハイカーボデーっていうのは作ってやってたのよ。一週間に一回、あるかないかぐらいの頻度でハイカーボデーってあったんだけど、ハイカーボデーのハイっていうのもね、腹いっぱいじゃないの。だいたい米で言ったら2合分ぐらいかな。2合ちょいかな。ぐらいの時が、その俺の減量のハイカーボだったの。こんなの食べるとさ、少ししか食べれないの、多分。これ3個分ぐらいじゃない？もうちょっと食えるか。だから、全然ね、満たされないっていうか、
かあんことかはその場では満たされるけど、結局なんだろう、すぐもう2時間ぐらいでお腹減るんじゃない、餅とか。あ、餅はまだ別か、あんことかで腹いっぱいになると。しかもなんかカーボアップの時もさ、俺ひたすら米だったのよ。もうとりあえず米と胸肉を2時間おきぐらいで食べるんだけど、 200g とか 300g とか全然楽勝かなと思ってたの。もうね、朝から始めて夕方ぐらいになった時にもう米を食いたくないっていうか、だからお腹が減らないんだよね、米とかってしっかり食べてれば。もうお腹も減らないし、米の匂いも辛いし、でカーボアップ中だから水分もさ、あの決められてんのよ、水分量も。だから喉も渇くし、なんか米めっちゃ甘いしみたいな、そんな感じだったね。なんかベラベラ話しながら食ってたら残り1個になってたな。ラス1です。うん、あんま、美味しいんだけどね、なんか昔ほどね、なんか和菓子に感動しなくなったんだよね最近。あれはね、すごいこう和菓子欲求っていうの半端じゃなかったら、もう食べたくて仕方ないみたいな。もう今全然ないもんね。うん、はい、完食です。ごちそうさまでした。ああ、ああ、ってことで今日はね、和菓子を腹いっぱい食べるっていう動画でした。またね、食べてほしいものとかあればコメント欄に書いてください。じゃあね。